はい、だいぶ戻ってきました。何年か前、多分10年ぐらい前にここ一回来たことあるんですけどね、結構お風呂がいいんですよ、ここ。海からすぐのところに露天風呂があって、ちょっと日帰り入浴できるか聞いてみます。すいません。今日ってこれから日帰りの入浴ってできますか？12時からですか？あ、わかりました。すいません。ありがとうございます。じゃあ12時になったら来ます。はーい。12時からか。12時からだそうです。ね。これが今見てきたトロンボですね。よし、駐車場、車止めたところに戻ってきました。結構あったな。往復 1.5 キロ。1.4 キロ？ん？ 7.4 キロ。ずいぶん人出てきましたね。うわ、あれは何島？亀島？亀島の上に人が乗ってる。見えますかね？あ、渡れるんだ。落ちなきゃいいね。大丈夫？いけるんだ。どんどん行ってる、どんどん行ってる。よし、戻ってきたので、ちょっとリンゴジュース飲んで体勢を整えてから12時まで待って、それから、さっきの清流でしたっけ、お風呂行って露天風呂入ってきます。はあ、美味しい。はい、今泊まってるところの向かい側には加山雄三さんのミュージアムがあります。今回はパスで。はい、お風呂に戻り入りに来ました。うん、海が綺麗だ、ね、あ、あそこが、あれがトロンボでしたっけ。今人を少し渡ろうとしてますね。わかるかな。わかんないね。これだ、これですね。おー、あんなとこまで行けるんだ。あと何時間かすれば、あれかな、渡れるのかな。で、続いてこっち、ここにはね、切れてるんですけど、岩とね、陸は繋がってないんですけど、手すりがあるんですよね。船から上陸できるのか、それとも橋かなんか渡して上陸するのか、ちょっとよくわかんないですけど、こんな感じですね。ではお風呂に行きましょう。はい、海辺の隠れ湯、清流さんです。では行きましょう。でした、非常階段、波打ち際露天風呂、かしこと露天風呂です。よし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 。どっか行く。おお。よしよしよし。ちょっと。よし。
殿方よ。さあ、ここまででしょうね、取れるのはね。よし、あ、3人いる。3人いますね。では行ってきます。裏口は続きます。いいお風呂でした。向こうにもあります、両方、両方に。よし、じゃあ車に戻って次に行きましょう。お昼ご飯食べなきゃ。あ、トヨタ、トヨタの 200V。 これって無料なのかな。よし、じゃあお風呂まで、車まで戻って次に行きます。よし、はい、清流さんお世話になりました。ちょっとここに駐車場にいるのが悪いんで、どっか移動して、そこから今後の今日の予定を決めます。あ、そこでいいか。ここのパーキングでいいや。よし、じゃあここでちょっとどうするかを考えます。よっしゃ。猫渡ってる。大重食堂さん見えてきました。到着です。あれ、ちょっと待って、ん、あれ、やってない。と降りてきましたけど、ここですね、ここですね、大重食堂さん、深海料理やってない。2階はスナックなんだ。やってない、やってない。お腹すいた。あら、休みだ。あら、お店やってませんでした。営業時間外なのかな、それとももともと休みなのかちょっと分かんないですけど、どうしようがない。お腹すきましたけども、ちょっとなんか山登ったとこに酒蔵があるんで、そっちに行ってみます。あれ、逆か、うん、どっちかな。日本酒ちょっと買って帰りましょう。でその後ももうちょっと沼津に出て、沼津の、丸天ってとこでご飯食べて、それで場合によっちゃもう今日でこれで帰ります。残念です。深海魚食べたかったんですけどね、まあしょうがない。ちょっとここから25キロぐらいちょっと山の中入りますけど、なんか酒造があるっていうことなんで、酒造を日本酒買ってきます。でそのまま、まあ繰り返しになりますけどね、沼津まで出ちゃいます。じゃあ行ってきます。キャラバンにはきつい上り坂です。これ降りるのもまた大変だな。ここは日が遠いできつかったですね。ここからは今度下り坂です。ブレーキがちょっと心配だ。今度はこれか、これか、よいしょ、よっと、あ、あれかな、あ、照明、あ、OK 出てきた、これかな、
れてるんだろう。あ、南大酒造さんかな。すいません、やってる、どこ止めて、あれやってない、やってない、え、ここも休み。着きましたけど、あら、4日からでした。せっかく来たのに。いや、やってない。ちょっと行ってみようか。あ、もう行ってみるか。お、車来た。計量箱、あら、お休みだ。日本酒買いたかったな。ちょっと暗いね。お、水が湧いてる。せめて湧き水取らせてもらって。この水であれかな、作ってんのかな。あら、あら、伊豆の地だけ。ああ、最後に、あら、すごい木が、ヒノキかな、なんだろう、よくわかんないけど、あらだな。やっぱ正月はやってない、やってないんだな。でもネットではやってるって営業中になってたんだけどな。はあ、しょうがない。お腹空いた。ご飯食べてか。ご飯食べ行こう。よし。それでは、お休みだ。4日からだ。え、4日？明日？明日からか。待ってるわけいかないもんな。まあ、もしあれでしたら近くの、あのどっかのお店で買ってみます。眩しい。あら。よし、今日取り直してご飯食べ行きます。よし、とりあえずガソリン入れておきます。まあ、高いな、163円か。満タンにはできないな。あれ、これ10セルだよね。行こっか。沼津港に着きました。車止められるかな。あ、マルテンあった。マルテンさ、行けて。とりあえずちょっと車止めたいな。どこ、あ、アウト、こっちか。入れるかな。結構混んでるな。深海工房トロールプリン。トロールじゃないな。マルテン、どこにある。マルテン、マルテン。あれ、もう終わり始めた。あれ、どこだろう。いやー、ちょっと眠かったですね。マルテンのあの巨大な天ぷら、かき揚げか、あれだ、かき揚げ食べたい。よし、すごいな、人が。うわ、結構人まだいますね。はあ、入れるかな。
お腹減った。結局朝パン食べだけだけですもんね。何これ、富士山カステラ。お腹減った。お腹減った。あ、こんなのもある。大丈夫かな？入れるかな？あ、全然大丈夫だ。お、すいません。お、どうした？はい。はい、1名。はい。ここでいいですか？はい。よいしょ。はい。うわ、この穴子が。はい、すまん。何がいいか、これがいいな。海鮮唐揚げ。これにしよう。カニ汁。1年ぶりですね。さあ、いただきます。こうやって食べるらしいですね。倒してって言ってますね。店員の女の子は多分中国人ですね。よし、じゃあ食べていきます。これただね、暑いんですよ。猫舌なもんで。うわ、湯気出てきた。湯気出てきた。じゃあちょっと食べてきます。中は空洞ですね。でもサクサクしてて美味しい、サクサクパリパリとしてて美味しい。美味しい美味しい。エビがいっぱい、エビがいっぱい。はい、完食できました。マルテンさん、マルテンさん。お、こっちのマルテンさんも人いっぱいだ。すごい。おお、金目だ。金目。こっちも安いの。でも金目って言ったら下田ですからね。高くて当然。寒い。よし、じゃあちょっと車に戻って。うん、入れるかな。入れるな。どうしようかな。高速道路混んでんだよな。大渋滞なんですよね。でもここに止めっぱなしだと高いしな。よし、はい、お世話になりました。よいしょ。ん、いくらか、300円ぐらいかな。1時間いたかな。よし、はい、はい、駐車券200円か。あ、今日は平日扱いなんですかね。200。はい、今246を東京に向かって登ってます。東名高速混んでますからね。このまま、少しずつ少しずつ登ってきます。で、途中で眠くなったらね、どっか、泊まって車中泊ということで、考えてます。
では帰ります。東京までというか自宅まで約あと90キロですね。到着時間23時30分、まあ、このまま行けばそのぐらいの時間には着けるでしょうということですね。ただ、東名がね渋滞してますからね、当然、246も渋滞してまして、渋滞の中ちょろ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 と走ってます。ではもう少し我慢しながら行きます。